クッキーです。今回ご紹介する小説はこちらの「ラブ・レスというう冊になります。えー、もうラブ、愛がない」ということで「えー、ラブ・レス」なんですがもうこのタイトルからして希望もなさそうな、えー、タイトルなんですが内容もですね、えー、なんかこれを読んでいると世界や人,人生にはいいことがもう何も起きないんじゃないかと、えー、なんかどんどんと暗くなっていくような、えー、世界のこのネガティブな面ばかりが こう見えてくるようなそういう、えー、内容なんですけれども、えー、非常にグイグイと読み進められてですね、一気に読んでしまうというようなあの物語でした。で、本当に何か希望があるような内容なでもなんか表面的にはないぞみたいな、えー、物語なんで、まあぜひ読んで感じていただければなと思うんですが、えー、なんだろうなこの親から子供にこう代々受け継がれていくものっていう。 ことについてちょっと考えさせられる、えー、そんな一冊でした。ぜひ読んでみてください。メイズブックビビズユー。